ってます。コロナで不安な方々いらっしゃいますか？ほとんどの方が不安だと思いますが、私たち電車は不安ではありません。何の怖くありません。皆さん、コロナの先にある死が怖いんじゃないですか？死の問題が解決されてなかったらこの名は怖いと思います。私たちクリスチャンはイエス・キリストを信じているので怖いものはありません。イエス・キリストは今もなお生きておられて、私たち人間には聞いてください。今アレルヤー、イエス・キリストに希望があります。コロナには不安がありますが、イエス・キリストには希望があります。皆さん、聖書の神イエス・キリストに出会ってください。この横浜はプロテスタントの発祥の地であります。横浜海岸教会があります。開かれた土地であります。聖書の世界に開かれた世界であります。横浜は開かれています。エボー式のローマ字はクリスチャンの医者が始めました。ですからローマ字を勉強しようと思ったらエボー式を勉強するのであります。そのエボー式はクリスチャンの医者として、この東神奈川の地でしばらく住んでおられました。そして多くの宣教師もこの横浜に来ています。皆さん、私たちは本当に不安な時代にありますが、何も心配していません。クリスチャンは聖書の神によって救いが与えられて書いてあります。皆さん、私は休校を要請した今の首相、いつの間に独裁政権になったのかと思いました。それも官房長官が地域ごとにやればいい、文部科学省の大臣も賛成したいのに唐突に言い始めた。その時、家計と森友問題でスキャンダルで失脚しようた時に、急に休校要請を言ってから世の中変わってしまいました。これはよくやれてであります。アメリカの大統領がスキャンダルを起こしたら、もう一つ別のスキャンダルを起こします。そうすると自分のスキャンダルを消えます。この休校要請で全てが森友家計問題、森友家計問題で文書を寄贈した人が自殺した人の奥さんがその遺書を出したとしても市長を笑っている。国民のことを考えてない日本のトップに日本を任せられない、この世の中は終わりが来ようとしています。イエス・キリストは来ようとしています。ノアの時代にノアが箱舟を作った、将来洪水が起きると言われた、その100年後に洪水が起きました。今世の終わりの時代であります。世の中は終わりが近づいています。この地球の歴史は終わりであります。ますます苦しい時代が来ます。世の中経済回復しません。もう終わりです。アルマゲドンの戦いが来ます。アレルヤー、私たちはクリスチャンです。本物の神を知っています。八百万の神は全部偽物であります。どっかの馬に立って何の幸せもありません。しかし聖徒にイエス・キリストにあなたが祈られるならば、あなたの心の力に平安が来ます。アレルヤー、聖徒の神があなたに救いを与えます。あなたに希望を与えます。皆さん、ここに牧師が集まってきています。どうぞ不安のある方で祈ってほしい方は私たちが祈ります。教会に来なくても今教会がイエス・キリストを語るために出てきています。イエス・キリストはあなたの心に平和を与えてくださいます。 Jesus Christ, the only Savior. アレルヤー、私たちの心の救い主、それは聖書の神イエス・キリストであります。アレルヤー、皆さん知ってください。イエス、聖書の中に希望があります。聖書の中に救いがあります。私たちはコロナの不安の中何の心配もしていません。私たちが耐えるべき聖書の関係を救いとしているからであります。あなたのことを助けます、救います、愛しています。今は神に立ち返る時であります。 You should repent. Repent to Jesus. If you repent, if you receive Jesus Christ, you get the
salvation in your heart. あなたの心内側に救いを与えるのはイエス・キリストであります。 Jesus died on the cross, but three days later he resurrected from the grave. He conquered the grave. Hallelujah! We are Christian. We know the real God. Hallelujah! イエス・キリストは今もなお生きる神であります。十字架以下で死んで蘇った生ける神であります。生ける神は今もなお生きています。あなたはイエス様を助けてください。コロナの不安から助けてくださいと言うのならば、そのイエス・キリストあなたに答えてくださいます。ハレルヤはクリスチャンになりたい、イエス・キリストを信じて神の子供とされたいという方いらっしゃいますか。聖書は語ります。あなたの若いうちにあなたの創造者を覚えなさい、あなたの若いうちに主イエス・キリストを信じなさいと聖書は語っています。イエス・キリストはあなたを愛しています。命がけでキリストイエスは皆さん一人一人を愛されています。十字架のイエス・キリストを見上げていきましょう。十字架の主イエス・キリストを礼拝していきましょう。イエス・キリストの御名によって圧倒的な勝利が与えられます。人間はこの肉体と霊の部分、アメン。アメン。主よ、ラバラバラバラ。アメン。ハレルヤ、主を与えてください。アメン。アメン。主よ。